次の問題。須藤、答えろ。 先生は、あと持ってどれくらいだ答え知っててもなかなか答えづらいやつやめてくださいよ。池沼先生、体が弱いって聞いてましたけど、渋滞じゃないですか、これ。今日は調子がいいんだ。まず声がちゃんと出る。カスカスなんだけど。久々の授業なんだ。最後までやらせてくれ。冗談じゃなく、本当に最後になりそうなんですが。みんなも気をつけろ。医者が言うには、なんかとにかくやばいらしい。かかりつきの担当医がじゃがりこをうまそうに食べながら、そう言っていた。それ多分、じゃがりこ食ってる感想だろう。確かに先生も思うところがあった 特にタラコバターはやばいと思ったね。先生も医者もどっちもやばいね。え、あれちょ、っと先生ねあ、また止まっちゃったか、こいつ。起きろ。 じゃあ誰の心電図なんだよ、これ。わしが気づいた時にはそこにおった。はじめは天使のお迎えかとも思ったよ。こんなバキバキに仕上げた天使いるっていうかずっと思ってたけど心電図じゃなかったら何なの、これ。ただの変態だ。変態かよああ。そろそろ薬の時間か。一度でも飲み忘れるとやばいんだ、これが。家から持ってきたのは確かこれ。あれ、こんなだったっけそれ、チュールですね。チュールって薬の名前。いや、猫の餌です。めっちゃあかんやん。先生、大ピンチピッチピッチ,ピッチご飯。 が楽しみ下手するとご飯一生食べられなくなりますよ。そうだった、こうしちゃう俺、ナースコールだ。早く薬を持ってきてもらわないと。もしも修道かされましたか超ハイテクじゃん。このロボット一体いくらすんだよ。まるで箱かぶってるただの人間みてえだ。今日の晩ご飯は何ですか早速聞くの間違えちゃってる。もやしです。もやしか。ここは死ぬほど低用産。